勝てば準決勝進出、負ければ即敗退というこの決勝トーナメントです。立ち上がりからの先発、この前田の投球ですが、槙原さん、どんな印象ですか？まあ、慎重にかつ大胆に、投げてましたよね。これを助けたのが筒香のタイムリーヒットでした。これで一つ取れましたね。そしてピンチを迎えた前田健太、3回の表ワンアウト1塁3塁で台湾戦逆転サヨナラ満塁ホームランのベンデスをダブルプレー。そして4回の前田のピッチングです。槙原さん、ここからは力がだいぶ抜けてきましてね、そういうね、コントロールを始めました。これはもう参りました。もう引くようなストレート、外野手低めね、困ったらあそこ投げればいいんですよ。そしてこの人にも久しぶりのヒットがタイムリー。坂本4回の裏、2点タイムリーツーベースで4、さらに6回の裏です。また坂本、今度は軽く長崎とセンターへ、これはメンデスの足が止まっています。サードランナー、しかしタッチアップからホームに帰ってくる。6点目出しました。6対0、マウンド降りています。ファーストミットで弾く、ライト前、中村晃は三塁を蹴る。さらにもう1点、バットの切れ味は止まりません。セカンドゴロ、左抜けていくセンター前、サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーの松田も手を叩きながらホームイン。侍ジャパンが左中間に上がった大きな当たり、見上げている、見送って入った。4番フェリシアーノのスリーランホームラン、チームの意地。やはり終盤ですね、槙原さん。まあ変化球投げればいいんですけど、フォアボール出したくないのはあるんで、もうまっすぐを信じてね。打ち取りました、中島、スリーアウト、試合終了、9対3、侍ジャパン、プエルトリコを下しまして、見事に準決勝進出決定、19日の東京ドーム、日本に戻ることになりました。